はい、どうもこみです。さて本日もスペックさんから、動画見ていきたいというふうに思うんですが、いやほんとねすごいアタックがいっぱいやりすぎて、もう撮る動画がちょっと多いですね。本当に参考になるものばっかですね。今日も見ていてほしいと思うんですが、私のチャンネルですね、タウンホール12から14までのクラン対戦の解説やっております。今日はですね、タウンホール14のアタックを中心に見ていきますけども、12、13も出していきますのでね、ぜひ最後までご覧いただきまして、あ、この感じいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、早速本題の方入っていきたいと思うんですけども、今日は花火ですね、を見ていきたいと思います。いやー、これがね、マジでやっぱ強いですね。いろんな形の花火をちょっと今日見てもらいながら、どんな時にどんなものが使えるかっていうところの、考察をやっていこうと思うんですけども、まずですね、合計で今日見てもらいたいタックは4本ありますんで、最初の1本目は進化系を放つ前の基本系ですね。ここに行ってみたいと思うんですが、三毛猫さんがやっているこれ。で、自分もね、このタイプの、花火戦術かなり多用しています。で、どういう村に刺さるかってところからちょっと話をしていくと、今回ですね、まずミケさんのアタックって、キングクイーンをこちら側からこう出していくんですね。中に入っちゃうのかな？ミスっちゃったのかもしれない。で、ドラゴンとドラゴンライダーを、ドラゴンライダーだ。この部分から出していきます。ボーンとね。で、今矢印を斜めに引いたのなんでかっていうと、突撃艦ってよくこうやりますね。突撃艦をこう当てていくんですね。で、この大工の小屋の真上で破裂させて、破裂させてた突撃艦で、タウンホール、投石機、ロイヤルチャンピオン、あとその辺の周辺の防衛をこう削っていきます。で、そうするとこれが削れちゃうので、ドラゴンたちっていうのは、こう歩くしかないですね。はい。っていう感じの、攻め方をしていく。で、今書いたようにドラゴンたちが中心部分に向かっていくので、相手の、アーチャークイーン、これ怖いんですけども、ドラゴン3体いれば処理できちゃいます。っていうところ。で、これがまあ、できる決め手になってるのは、スーパーガーゴイルでこの部分壊すときにロイちゃんを巻き込めるからですね。これ巻き込めるからこそ、相手のですね、アーチャークイーンに、当てるドラゴンの数っていうのを少なくできるということですね。これ両方も生きてると結構きついものがあります。こういう形が作れる配置には、今言ったような、ドラゴン3体に、ドラゴンライダー9体ですね。このもう、かなりヤンキー編成だと思うんだけども、ヤンキー編成でいけます。むしろこれ相当強いってまして。バルーン、ドラゴン、ドラゴンライダー出してからもグランドウォーデン、突撃艦を出していって、まとめてトームをかけていきますね。まず序盤。トームをかけていって、突撃艦を確実にその大工の小屋の底面まで届けます。で、大工の小屋のところで行く理由っていうのは、タウンホールの、まあ、3マスぐらい手前で落とすのがベストです。ここに落とすと、トルネードがあろうが何しようが、タウンホールにきっちりとこうね、スーパーガーゴイルがまず、ターゲットを取るんですね。これで保身が確定するわけですよ。さらに、このスーパーガーゴイルが、ほらこれ、ロングショットを相手のロイちゃんに当てましたね。こんな感じで、相手のロイちゃんも処理してくれます。で、その後に、それてきたドラゴンライダーたちっていうのが、この三次方面にいますけども、こいつらに、分断された形で中央にドラゴンが残ってます。こいつらがしっかりと、アーチャークイーンにアプローチしていくわけなんですが、今回なんかね、バーバリアンキングが中心部分に迷い込んでしまって、その迷い込んだおかげで相手のアーチャークイーンを見事に殴り倒しましたね。これは美味しかったな、ちょっと。はい。でもまあ多分これは、イレギュラーで起こった話であって、狙いではないですね。アーチャークイーンが結構体力減っちゃってますけども、本当はキングが外周こう歩いてくることによって、アーチャークイーンの体力っていうのが、ね、こう減らずにね、さらにユニコーンもついてるんで、最後に残ってくれるということが期待できる。そんな攻め方なんです。で、今のようにですね、タウンホール、投石機、どこだっけな、この辺かな。で、ロイヤルチャンピオンっていう風に、大体のこの3つが巻き込める場合っていうのは、その中央部分のここですね、に突撃艦を落として、順番的にはインビジ、クローン、レイジ、インビジですね。まあ、クローンとレイジは、位置が、先でも構わないです。この順番で落としていって、タウンホール、投石、ロイちゃんないしはクイーンが倒せてしまうと、もうね、なんだっけ、ドラゴンライダーかの天敵になってくるのは、相手のアーチャークイーンかロイヤルチャンピオン、どっちか片方しかいねえわけですよ。この片方さえ、ドラゴンたちが潰してくれれば、もうドラゴンライダー無双するので、今回まさにそういうパターンでしたね。9体とドラゴンライダーがもうガンガンに防衛をもう徹底的にもう狙い撃ちしていって、最後残ったドラゴンライダーの数エグかったじゃないですか。まあ、こういう形が完成します。これですね、村が今言ったような特徴になっている場合には使えるので、ぜひですね、覚えておいてもらえたらなというふうに思います。で、
ここからはですね、進化型に行ってみたいかなと思います。これが今日のまあ一応メインっちゃメインですね。で、まず見てほしいのはサキペテさんのですね、アタック。多分サキさんが多分これ広めてくださっているんじゃないのかなと勝手に思ってるんですけども、何かっていうと、クローンをね、1枚にするんですね。で、代わりにライトニング5枚持っていくってになってきます。で、どういう形にしていくかっていうと、もうこれ鉄板のパターンがあって、まず、これエアスイーパー潰します。エアスイーパー潰して、ドラゴンたちの進行ルート、さらには、突撃艦が来るゾーンに効いているエアスイを、効かなくしちゃうんですね。これがまずその。で、その2はここですね、対空砲を壊していきます。この対空砲が角っこにあるのがまあポイントで、この角の対空砲を壊すことによって、この壊した対空砲の周辺のこの辺っていうのをライドラでガンガン削っちゃうんですね。で、そうすることによって大きくこの面を狭めていって、で、逆方向からはキングクイーンですね。これも鉄板の形が、歩いていきながら、その残った中央部分に、ドラゴンドラゴンライダーを通していく。で、トームを合わせていた突撃艦がさっき言ったこの辺ですね。アンホールの手前3、4マスのところで破裂して、レイジとクローンとインビジブルを使って一気にタウンホールを壊していくという感じですね。若干今インビジが遅れて、スパカゴンが焼かれましたけども、問題なくタウンホールと投石を壊してきましたね。素晴らしい仕事。んで、こうなってくるともう無双状態で、もうライドラがだからここまで生きてるんですよね。で、さらにロイヤルチャンピオンが、最後対空砲邪魔なところをこうね、倒していきます。このロイジャーの仕事もいいですね。こうすることによって、ドラゴンたちが長生きしてくれるので、数が残っている、ドラゴン部隊っていうのが、まあ、対抗に当たっていきますけども、これまあドラゴンたちで倒しましたが、ワンチャンこの金食いが本当はこう回り込んで壊してくれるということも期待していただろうなと思いますね。クイーンが中に入ってたんで、今ドラゴンたちが壊さざるを得なかった。ね。大量のドラゴン、アーチャークイーンの能力残し、完璧な仕事ですね。いやー、素晴らしい。で、今回のような形にする、メリットというのはどうなのかな。さっきの、ミケさんのハート、セミとだいぶ毛色が違うんですけど、まあ、一つは、対空砲がこう外周側にあるっていうことですね。で、これを壊すことによって、その周辺のこういうところ、こういうところっていうのが、対空割と無防備になるような配置っていうのは、今のサキさんの、パターンで、まず狙える形が一個つく。で、さらに、エアスイーパーを、まあ、これ本当は、ライトニング使わなくても、無視できれば一番いいんですけども、まあ、無視できない場合っていうのは、ライトニングを使って削っていくということですね。で、もう一個重要なのはですね、これ、タウンホールの周りに結構ね、主力な防衛があるようでないんですね。なんでかっていうと、ここまず金庫が2個ある上に、クラン城があったりするじゃないですか。そうすると、スーパーガンオイルが割とね、この辺の、金庫とかクランジョとか、体力の高いストレージ系に捕まっちゃって、こういうとこまで壊しきれない可能性があったりするわけなんですね。で、大量にもう、投石とかアーチャークイーンとかをもうガンガン殴れますよっていうね、場合には、クローン2枚で大きなアドバンテージをそこ取るのもありなんですけども、まあ、今回みたいに、一応こう、散っているような、場合っていうのは、あえてクローン1枚にしてタウンホールプラスの周辺の一部を、潰すことによって、相手の火力を奪いながら、あとは、ルート作りの方に呪文を割いていくっていうパターンなのかなって思います。まあ、これはどうなんでしょうね。慣れてない方、変わんないかな。多分、クローン2発使うのか、今回のライトニングのパターンでいくのか、ちょっと、僕、ライトニングのパターンまだ使ってないんで、いまいち、使い勝手が分かってないんですけども、今回、自分もですね、この村に、クローン2枚の、突撃艦、スパガゴをやろうと思うと、ちょっときついかなって気がしますね。こっちに、なんだろう、こっちに、こう、キング出して、で、こっちにクイーン出して、まあ、逆でも逆の方がいいかもしれないけど、出していって、で、この辺でも狙っているうちにね、クロスボウとかから撃たれちゃって、結構ダメージ受けちゃうし、なとかね。非常にカットがしにくいですよね、序盤のカットが。そういう場合っていうのはドラゴンたちのルートをなかなか作りにくいので、無理にクローンに呪文されてこの辺を潰していこうとするよりも、やっぱり序盤のルート作りができるような、呪文の付け方をする方が、やっぱ角度高いのかなっていう気がしますね。はい。では次行ってみましょう。あと2本ですね。次、こちらになります。
ガンバルマンさんですね。同じ形で、ライトニング5発プラスのクロン1発の花火戦編成。で、これをどう攻めていくかっていうと、まず、2分足らずで全開したんですね。すごいな。さっきと同じですね。対空砲を壊しながら、エアスイーパー、こういう風に切れたエアスイーパーを壊していきましたね。で、対空を壊したんで、この辺の火力っていうのが、対空防衛すごく弱くなったんで、ここをライドラがゴリ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 押していきます。で、逆方向からキング、クイーンを出していって、で、残ったところからドラゴン出していってね。ドラゴンとドラゴンライダーを出していくという感じの編成になっていきます。で、ドラゴンライダーは当然ながら、トームをかけてあげながら突撃艦と一緒に前進させるという感じですね。これもうそろそろ、どうなんだろうな、出してもよかったのかもしれないけど、ちょっと溜めてますね。そろそろ登場かな。アーチャークイーンを壁の中に入れるスーパーオブレがちょっと不発しましたが、まあ、結果的にババリアンキングが壁の中は処理してくれて、アーチャークイーン外に流れて逆にいい感じですね。で、ドラゴンライダーかなり一点集中の形で出していきます。で、ドラゴンライダーいないか。ドラゴン編成ですね。これ完全にもうドラバルか。失礼しました。はい。ドラバルですね。で、突撃艦にトームをかけて届けていきながら、割るところで、インビジ、クローン、レイジ、さらにインビジを重ねるという感じですね。で、これでタンホールを壊すことによって、そのタンホール周辺もスーパーカゴンが殴ってくれますから、ドラゴンたちが二手に分かれて、ポイズンエリアにかからないように進行していくという感じですね。アジャクイーン外周回っていい感じに、相手の対空砲なりグランドオーデンゾーを追ってくれてますね。グランドオーデンゾーはもう強い対空砲っていう感じなんで、やっぱドラゴンと当たってほしくはないですから、序盤に潰せるのはいい。序盤というかね、アチャクで潰せるのはいいですね。他にロイヤルチャンピオンがちょっと見えなかったけども、こちらの五時方面から出てきて対空砲を潰しながら、最後、ドラゴンたちに合流していくという感じです。まあ、キングがここまで中央に入る前にドラゴンいっちゃってもよかったかなっていう気はしますけども、まあ、結果、蓋を開けてみれば、このドラゴンの残り方だったらね、すげえ、何体いんのこれ、ドラゴン。6体か7体ぐらい残ってるのかな。ほぼほぼやられてないっていう感じですね。ドラゴンライダーは使ってませんが、やっぱドラゴンも相当強いですし、やっぱりこのライトニングからの、花火っていうその攻め方のパターンがかなり、去る村を選べばアドバンテージ大きい攻め方になっているので、今回クローンの呪文を使ったこのね、突撃艦のことはトルネードがあったんじゃないかな。ちょっと見てたけど見てなかったような感じになっちゃいましたが、あってもね、あんまり関係ないんですね。よっぽど手前側で突撃艦が落ちない限りは、多少のトルネードっていうのはもうインビジかかっているスーパーガンオイルにとってはあんまり意味がないので、やっぱりタンホール潰してくれますね。いや、やっぱり、序盤の入りが、難しい場合にはこんな風に、ライトニングでちゃんとドラゴンとドラゴンライトのルートを作ることによって事故が減るっていうことですかね。そこ大きいのかなっていう。もう一発いきますか。ですね、もう一発いきたいんですが、葵さんのタックを見たいんですね。葵さんの、これを見たいですね。タウンホール14、今度はドラゴンライダーですね。ドラゴンライダー7体積んでいます。で、今回の葵さんのアタックっていうのは、ライトニングを積んでいないんですが、クローン1枚ですね。これをどう運用していくかっていうと、ですね、まず、タウンホールの、対角線側にある、対角線側にある、イーグル砲を狙っていきます。このね、イーグル砲がね、外側にあるのパターンっていうのは結構、最近よく見かけますね。で、失礼しました、これ。コウモリの呪文でターゲット取って、後ろからドラゴンライダーを出すことによって、ドラゴンライダー無、ノーダメージで、対空砲を壊すことができます。このテクニックはね、すごくうまいですね。で、そのノーダメージのドラゴンライダーが、これからイーグル砲を狙っていこうと。いう形ですね。まだアーチャークイーンが出てきてないんですね、この段階で。で、ババキンはピストを使って相手のババキンを撃破するんですが、その勢いでイーグル砲も壊すことができるのは、このドラゴンライダーの削りがあったおかげという感じですね。ちょっと大事なところ見逃しちゃいましたね。ドラゴンライダー、こっちの端地面から出していって、一気にレイストーンをかけていきながら、スーパーガーゴイルが入った突撃艦を投げていきますね。で、そいつらにレイジクローンをかけてタウンホールを壊しきれなかったんでフリーズ。ね、フリーズの判断がね、結構大事です。自分もよく、ドラゴンライダーじゃないわ、スーパーガンオイルがタウンホールを壊しきれない
場面に当たるんですけども、そこで、迷わずねフリーズをかけて、もう他のドラゴンとかドラゴンライダーがどこにいるかあんまり気にしなくていいですね。もうスーパーガーゴイルでタンフォールを壊って決めてるんだったら、もう徹底的にスーパーガーゴイルでタンフォールを壊すための呪文とかをどんどん追加で使って、絶対そこやらっちゃうっていう方がいいです。やってしまいさえすればタンフォールの周辺っていうのが壊れていることによって、そこのポイズン効果の範囲内にドラゴンたちが入りにくくなるんですね。結果的に伸びるということで、スーパーガーゴイルでこれ壊しきれないとドラゴンとかドラゴンライダーが当たることになるわけなんですけども、こうなってしまうと当然このポイズンダメージ食らっちゃいますんで、ディスアドバンテージが生まれるんですね。結構でかい、それもでかいのが生まれちゃうんで、そうならないようにきっちりとフリーズの追加呪文を使ってあげながらタウンホールをスーパーガーゴイルに落とさせるというところを徹底したこの葵様たち、見事ですね。で、アーチャークイーンをね、こっちの逆側からこう当てていくことによって、回り込んできたドラゴンたちが、壁の中にこう戻るようにね、ルートを作っていたという点もお見事ですね。いやー、すごいですよね。本当にもうドラゴンライダーが、もうめちゃくちゃもう、今の環境を折巻しているというか、今回ドラゴンたちをこの面から出していったんで、当然ながらこう揃えていくわけですね、こっちの方に。そいつらが、それた時にこの対空砲に撃たれちゃうのも嫌なので、クイーンをこっちから当てていくっていう感じ。そうするとこういう風に戻っていくわけですね。 U ターンしていく。で、上方面のこのイーグル区画に関してはキングを使っていくことによって、この部分ですね、ドラゴンとドラゴンライダーが、まあ、散るわけなんですけども、ちゃんとルートが狭まるように、カットが序盤できていく、ね、でもう一個、まあ一つポイントとしては対空砲ですね。これにコウモリプラスのドラゴンライダー1体、これを使うことによって、対空砲のダメージでドラゴンライダーで追っていくと。このテクニックもすごくうまいんで、こういうね、小技が、まあ、効いた素晴らしいアタックだったなというふうに思います。はい、ということでですね、本日は、進化型の花火編成ということでお話をさせていただきました。まあ、どっちが進化なのっていう話はあるんですけどね。クローン2個使うパターンっていうのも、まあ、別にどんどん進化はしているし、言葉の使い方若干難しいところはあるんですけど、まあ、僕の中からすると、クローン2個が、まあ、従来型、1個は進化型って言っていいのかな、っていうふうに勝手に思ってます。まあね、ちょっとそれは、それぞれ使い分けてもらえたらと思うんですけども、もう一回おさらいすると、今回のね、この葵さんが攻めた村、タウンホールの周辺を落とす手前のこういうところですね、落としたとして、タウンホール以外に壊せる防衛がそんな美味しくないんですね。アーチャークイーン、投石、ロイヤルチャンピオン。このうちの、今4つ、バスをつけましたけども、このうちの2つが、含まれているような配置であれば、クローン2個を使ってきっちりと相手のヒーロー、タウンホール、投石を落としていくっていうのが美味しいんですけども、今回の葵さんの攻めた村はそれがないんですね。タウンホールだけしかっていうタウンホールの周辺に今のバスをつけたらこれがないので、であれば、クローン1枚でタウンホールをきっちり落としながら呪文は別のところに使っていきましょうということですね。その判断で、一番最初見てもらった三毛猫さんのアタックみたいに、この、相手のクイーン、ロイちゃん、投石陣っていうのがタウンホール周りにある程度こう固まっている場合にはクローン2個使って、で、そこで大きなアドバンテージを取っておきながら手持ちの部隊はドラゴン少なめのドラゴンライダー多めっていう風な編成を持っていくことにより、だいぶですね、ドラゴンたちの仕事っていうのが良くなるというところですね。参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日の動画これで終わりにしたいというふうに思います。今気づいたけどこれ若干画面がはみ出してるかな。ちょっとね、ごめん、ミスった。もしかしたらこれ見えてなかったらすいません。ちょっと撮り直してる余裕が今あんまないんだけど、本当はねこうなるはずだったんですね。失敗した。ちょっとはみ出しちゃってたらごめんなさいね。まあでも、そんなに大きなはみ出しはないはず。次から気をつけますが、私のチャンネルですね、こんな風にクラン対戦の解説の動画中心にやっております。タウンホール12から14まで幅広くですね、対戦の、役に立つ、ヒントをお届けしたいという風に思ってやっておりますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日この辺で終わりにしたいという風に思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。